試食いいですね。皆さん、最後まで楽しみながら会見にお付き合いをいただきたいと思います。そして、前橋市民の皆さん、前橋では、先般、台風による大雨警報が発令され、また避難所の開設も行われました。まあ、幸いにして警報で、土砂災害等の危険防止区域における、避難勧告、避難指示までに至らずに済みましたけれども、今後も大きな台風がいくつか発生していると聞いておりますので、市民各位におかれましては、ぜひ、災害に対する対応、防災ラジオの携帯、あるいは防災マップもすべての世帯にお配りさせていただいておりますので、再確認、いろいろな形の中で防災への心構えをそれぞれの市民がお持ちいただけるように、お願いをさせていただきます。それでは本日の会見の中身について移らさせていただきます。まず最初はその防災に対する対応の一つとして、今回前橋ではシェイクアウト訓練を行うこととなりました。実施日は9月1日であります。シェイクアウトというのは、アメリカにおいて、地震が発生したときに、皆さんが自らの安全を守れという意味での、掛け声だと聞いております。シェイクアウト。そしてその声を持って、たくさんの市民がそれぞれ身の安全を守る行動に移っていただく、その訓練でございます。中身につきましては、防災の担当が来ておりますので、ご質問があれば、皆様方にご説明をさせていただきたいと思います。2点目、萩原朔太郎、本氏が生んだ詩人朔太郎さんのちょうど生誕130周年のとなります。つきましては、本氏において萩原朔太郎生誕130周年記念イベントとして、さまざまな取り組みをさせていただいております。先般皆さんにご報告したような萩原朔太郎さんのお孫さんである現、朔太郎記念文学館の館長の萩原朔美さんとの写真展も、その一つでありますけれども、今回は松本さんという経済人が朔太郎の研究をしておられておられますので、その方と萩原朔美氏とのトークイベントを開催させていただきたいと思います。文学館関係者来て、はい、手島仁志参事からご説明をさせていただきます。松本氏はマネックス証券の会長さん CEO です。こういう経済人が何故に萩原朔太郎を研究しているか、そのあたりにも私自身も興味があるところでございます。知るところによりますと、松本大樹氏は萩原朔太郎が中学校1年生の時からファンだったと、竹を読んで、論文を書こうと思ったということでございますので、とても面白い講演会ができるのではないかと考えております。3番目はこれは財政的なお話でございますけれども、前橋の市民文化会館、いよいよ新しくリニューアルが終わろうとしておりますけれども、ネーミングライツを募集したいと考えております。本市においては1号のネーミングライツが山田電機さんにご購入をいただきました山田グリーンドーム前橋、そして2番目は、前橋の体育館である前橋市民体育館を大和体育館前橋という形で2つの案件でご購入いただいております。それに続くものであります。ネーミングライツの購入条件としては年額200万円以上として契約期間5年で募集をするつもりでございますので、どうかご関係の方々がおられればぜひご参加いただければと思います。そして、次には、サイクルツリー、いよいよ完成をいたします。9月の12日から、大和リースさんが、
大和リース株式会社が本市の駐車場をお借りしていただいて、ご自身の資本の中でお作りいただき、市民に対して提供してきた駐車場、その駐車場の裏手にサイクルツリーという自転車の町前橋としての、そのある意味拠点としてのサイクルステーションを兼ねたサイクルツリーが出発することとなりました。今日は大和リースさんからもお出かけいただいておりますので、詳細のご質問があればお答えをさせていただきたいと思います。なお、この大和リースさんのサイクルツリーはジャイアントという、世界でも最大級かね、世界でも一番の自転車メーカーさんがジャイアントショップという直営ショップを開業いただけることとなっております。従いまして、駅を降りたサイクリストがそちらで自転車を借りて赤城を目指していく、そういうような一つのストーリーの出発になろうと思います。今後本市におきましては、道路の路側帯における自転車専用レーンの設置、あるいは各地における自転車のステーション、オフィスに行く前にシャワーを浴びてそこで着替えてオフィスに自転車通勤の方が行く、そのような自転車利用を促進できるような街づくりをしてまいりたいと思います。なお、会社の式にはジャイアントジャパンからも社長さんがお見えいただけると聞いております。山本龍ジャイアント、そして大和リースさんも一緒に何か赤城に走るということでございますので、大丈夫ですかね、大和リースの方。練習中です。ぜひ記者閣議においてもどうでしょうか。自転車持ってなくてもいいんですが、ここでジャイアントショップで借りまして、一緒に走っていただいて、上毛電鉄の電車に乗って春日駅ぐらいから赤城に登り始めますか。春日駅から楽しいミニ自転車旅行をご一緒にいかがでございましょうか。そのようなご案内もさせていただきました。今後は自転車の町に向かって一つ一つ進めてまいりたいと思います。また秋には赤城山のヒルクライム、ジャージできた、今日お披露目なし、みんながお揃いのジャージで、市民がペダルをこぎこぎ汗を流して、同じ道を登っていきたいと思っております。さあ、次の案件がまた今年もやってまいりました。前橋の秋の風物、名物、去年から始めました前橋45 days という、なんて言ったらいいんでしょうか、自由な自己表現の場のお祭りが今年も始まります。今回は実行委員長に、去年は私だったんですけど、やっぱり市長がやるより、みんなの市民の自由なやっぱり思いの発露ですから、民間の実行委員長さんにお世話になりたいと思っておりましたところ、皆さん の推薦で渡辺実行委員長が生まれておりますので、また改めて実行委員長から中身のご説明があろうと思っております。私の方からは以上申し上げて結びたいと思いますけれども、最後に報告だけでございますけれども、水戸、前橋、そうだね、東から行こう、水戸、宇都宮、前橋、高崎、これなかなか順番がいろいろありましてですね、難しいのですよ、高崎を先に言わないととかいろいろ言われるんですけれども、その4市の連携において、ランドネ北館マルシェが、行われます。また改めてちょっと日がありますのでご説明改めてします。新宿駅西口でこんな催しをさせていただきます。9月19日には45日のプレイベントとして、広瀬川川下りで、川下れる自信がない人は身代わりとなってアヒルを流すアヒル身代わりです。そして広瀬川バーベキュー、そして、ふわふわの街中フェスティバル、このようなプレイベントも45日では予定されていると聞いています。
そして最後に、シルクサミットもいよいよ今週末でございます。前橋が量産技術のまずは伝承の出発点である、ここからたくさんの方々がシルクを学んで伝播させるために日本中に飛び立っていった、まあ中にはタイ王国まで行った技術指導者、平野奈美さん、平野菊さんかもおられます。まあ、こんなことも含めてシルクサミットも用意してございます。あ、どうぞ。アヒルがここにいましたですね。これが私の身代わりで、私は残念ながら泳げないものですから、これで勝負します。どうぞ、いろいろさまざまな秋に向かっての前橋の取り組みを、まあ、いろいろ皆さんのお力で広報いただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。これより質疑に入ります。ここからの進行につきましては、今月の幹事社であります時事通信の東井さんにお願いいたします。ありがとうございました。最初に案件について幹事社に質問させていただきます。ちょっとサイフォルツリーの件で伺いたいんですけれども、よろしいですか。何点かあるんですが、これ立体、サイフォルツリー前橋は立体駐輪場ということです。業務としてはもう全てレンタルで貸し出すということなんですか。はいはい、一応ですね、サイクルツリー今回、レンタルとして入れますのが、最初に、収容台数が一応72台収容できる建物になります。その中で今回レンタルとして、入れますものが、台数が23台をレンタルとして、置きます。今こちらにございます、ロードバイクと呼ばれる、まあ、ドロップハンドル型の、ものなんですけれども、こちらのもの と、クロスバイクという棒ハンドルのものですね、を、2種類、それとロードバイクについては、こちらは今アルミ、フレームがアルミ製になっているんですけれども、カーボン製のものをについてもご用意をさせていただきます。でこちらが23台サイクルツリーの中に入る予定です。でその他にですね、一応、月決めの定期利用ということで、10台をとりあえずの限定ということで、月決め利用ができる予定になっております。ただそちらにつきましても、スポーツバイク一応限定という形のものになります。ママチャリバツ、はい、すみません。レンタルは23台で、はい、その月決めの定期料10台ですよね。はい、残りの39台ですか。はいはい、これはどういう、ですね、今後の需要を見込みまして、レンタルを増やしていくのか、それとも月決めを増やしていくのかというところで、とりあえずは、開けている状態になります。なるほどです。あとロードバイクとクロスバイクっていうのは、これは全部大人用って言いますか、子供用はないんですか。はい、ですね、すいません、ちょっと説明が、キッズのクロスバイクも2台、ご用意をさせていただきます。それとですね、大人用のロードバイク、クロスバイクにつきましては、女性の方、それから体の大きい方まで、乗れるように、サイズについては全て、サイズを、ご用意するような形になっております。わかります。あとレンタル料金というのは、これ1日使って3000円か2000円。はい、ですね、まず、3つ設定がございます。5時間利用、それと、1日ですね、日帰り利用、それと1泊2日という形がありまして、5時間利用の方でちょっとご説明させていただきますと、キッズのクロスバイクが2000円5時間ですね、大人用アルミのクロスバイクが3000円、ロードバイクアルミ製が3500円、ロードバイクのカーボン製が5000円という形になります。それぞれ日帰り、日帰りと、1泊2日になるともうちょっと料金が上がってくるような形になります。なるほど。あと最高ツリーでこれ何階建てで 6,、はい、6階建てですか。はい、6層になります。
こういう建物はあまり見かけたことないんですけども、はい、珍しい、はい、こちらがですね、JFE エンジニアリングというところの、まあ、商品になりまして、弊社が販売代理店という形でやらせていただいているものになるんですけれども、この円筒形、ガラス張りの立体駐車場っていうものは、日本全国でも、まだ JFE エンジニアリングさんの社員寮でしかまだ設置された実績がなくてですね、一般の方が使われるこのタワー型のガラス張りの駐車場としましては全国で初の事例となります。分かりました。ありがとうございます。それでは各社なり、ございましたらお願いいたします。朝毛新聞です。サイクルツリーの関係でよろしいでしょうか。すいません、デジタルサイネージもヤマトリースさんでよろしいですか。はい、はい、ダイバーリースと申します。ヤマトリース、ダイバーリースさん、すいません、はい、デジタルサイネージも、はい、ダイバーリースさんが運営して、はい、でただ流すものについては市の市政情報が、はい、ということですかね。分かりました。前橋駅前でこういったあの電光掲示板的な大型のビジョンの放映というのは初めてになりますか。はいはい、弊社としても初めてですし、前橋さんとしても、はい、ないと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。であとサイクルツリーの方なんですけれども、はい、ジャイアントさんとダイワリスさんのレンタサイクルとストア運営のことで伺いたいんですが、はい、レンタサイクルについてはダイワリスさんが担当される、はい弊社の方が、事業者という形になるんですけれども、レンタル業務、貸し出しですとか料金の徴収ですとか、そちらの方につきましては弊社から、ジャイアントストアの方に業務委託をする形になります。それなので、予約ですとかそういったものはジャイアントストアで全て行っていただくという形になります。ストア運営の方なんですが、こちらの自転車の販売なども行う施設になるんでしょうか。はい、はい、建物、今回、前橋さんから借りたお土地の中に弊社の方で建物は建てさせていただいております。でそこに、ジャイアントさんの FC オーナーとして、株式会社中島様が、ジャイアントストアの運営で入られております。そちらのジャイアントストアにつきましては通常の全国にありますジャイアントストアと同じで、ジャイアント製の商品、の販売ですね、専門店という形で、やるような形態になります。ありがとうございます、はい、すいません NHK です。資料1のシェイクハンドシェイクアウト訓練の件でいいでしょうか。すいません、当日の流れといいますか、言っていいこといけないことあると思うんですけども、撮影等々するときにですね、どこにいたらどういう映画どういう順で撮れるかみたいなことを伺えると助かります。はい、危機管理室の桑原です。9月1日午後1時に、市役所本庁舎それから議会等で、緊急地震速報を流します。でそこで、市民の方あるいは中にいる職員がここにあるような、低くして、机があれば机の下、机がなければ頭を隠して、動かないでいると、おおむね、緊急地震速報から終了まで、2分程度を予定しております。ですので、市民の方が多いのはやはり1階のロビーになりますので、1階等で取材していただければと思っております。この時にですね、例えば市役所の職員の方が来ている市民の方に対して例えば呼びかけを行う練習みたいなことも一緒に同時にやられるのか、それとも皆さんも自分の身を守ることの方が先にこの訓練としての趣旨としてあるのか伺いますか。はい、まず職員の方には職員が取るべき行動ということでガイドラインをすでに全庁掲示等で、示しております。でその前日になりましたら 1,2 階の市民の方がたくさん訪れているところには職員が行きまして実際にこういう声をかけていただきたいということで、まず市民の方の安全を最優先に、そして揺れが来たら自分たちも怪我をしないように、とにかく頭を怪我しないようにという行動を取るというふうにしたいと思っております。そうするとこの時間とかの告知とかまたその職員の方も練習というか訓練も兼ねているみたいな言い方をして大丈夫ということですか。
ですか。はい、実際に地震が起きたときに、市役所にたくさんの市民の方がいらっしゃってますので、その方々の安全と自分たちの安全を確保するという訓練というふうに理解していただけると思います。はい、大丈夫です。前もって、当日市のロビー等に、ここにあるポスターと掲示しますので、はい、よろしくお願いします。他いかがですか。で、各社様案件外以外でありましたらお願いいたします。よろしいですか。せっかくですから45 days の2人ちょっと来てくださって何か1分メッセージを。皆さんこんにちは。45 days 実行委員長の渡辺と申します。本事業はですね、昨年行われました前橋まるまるトック45 days というイベントのですね、まあ、2年目の事業ということで、今回名称がですね、前橋45 days という、ちょっと名称が若干変わりまして、行う形となります。日にちとしましてはですね、9月22日から11月5日までの45日間、前橋の中央イベント広場をですね中心として45日間行うイベントとなっております。昨年と大きく違うのがですね、まあ、100以上あったイベントをですね45に縛りまして、その45のイベントに対してですね、昨年以上のフォローをですね我々実行委員会メンバーがしっかりとやっていきたいというところがですね大きな違いとなっております。その中でですね、まず45のイベントの選定はもうすでに終わりまして、で各企業、県内のですね、失礼しました、前橋市内のですね企業様を中心として、スポンサーに対してのですね、PR 活動も行ってきたんですけれども、だいぶ先だってのですね、前橋ビジョン発表会の流れを、受けてたと思うんですけれども、かなりの市内の、業者様、企業様はですね協力的な、姿勢を取っていただいております。非常にですね今これから前橋市がですね、先だってのビジョン発表会の流れを受けて、大きく変わるというようなですねこう、節目になっているというところをですね、民間の、市民だけではなくてですね企業も、それを感じているのかなというふうに大きく思っております。なかなかですね、それぞれ今お手元に皆さん資料があって、どういうことをやるのかとかどんなことを目的なのかっていうふうに感じる部分の皆さんもあると思うんですけれども、とにかく我々ですねこのみんな市民が前橋に対して持っているこう熱というかですね思い熱をですねなんとか一つ一つ形にしていければなというふうに思っておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあ草さんすいません写真いただけますか。はい、渡辺さん顔出して、はい、はい、お母さんくっついて、はい、すいません、こちらに目線をもらって、笑顔でよろしくお願いします。撮ります。はい、じゃあすいません、もう一枚よろしくお願いします。はい、撮ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。せっかく来ていただいたのですからね、お世話になります。それでは以上で案件外部内容ですから終わりたいと思いますけれども、自転車、しまなみ海道ってご存知ですかね。やっぱりしまなみぐらいまでにやっぱり赤い街道をしていきたいですよね。そのための第一歩だと思います。僕たちはこれで完結したのではなくて、ここから赤城に向かって新しいサイクルロードが自転車の道が伸びていくような、そんなようなイメージで今回 のジャイアントのあるいは大和さんの取り組みを期待感を持って見ているし、それからあとは市役所も頑張らなくてはいけないと思います。何か富山の富山市長も来るなんてこれ見にねえ、真似されないようにね、富山市にね。僕たちも行政官でいろいろ切磋琢磨しながらこれからも頑張っていきたいと思います。それでは今日は会見自体はこれで終了させていただきます。あとは美味しいものが配られると思います。皆さん本当にありがとうございました。